じゃあ、本番で、はい。こちらのステージを飾ってくださるのはグッドマンビッグバンドさんです。イエーイ。大丈夫ですか？あの出演者よりお客さんの方がテンション高いですよ。皆さん頑張っていきましょうね。ということで、結成3年目というグッドマンビッグバンドさん、立川一帯音楽祭りにはですね、結成時から参加しているので、もう3回目の出演だそうですね。大丈夫ですか？皆さんベテラン感出てませんよ。かもしんでますよ。大丈夫ですかね。はい、ということでピアノの山下真理さんの声掛けで SNS を通じて集まったそうなんですけど、だいぶ今時ですね。だいぶ今時の SNS でびっくりですね、はい、集まりました、はい、まあそうですね、まあ、核になる方は何人かいたので、それからまあそういう感じで、はい、そうですね。あら、現在トロンボーンを募集中なんそうなのでね、はい、どうなったかね、トロンボーン弾けたらお声掛けいただければと思います。バンドの名前はジャズの巨匠ベニー・グッドマンにあやかってと思いきや、いい人たちばかりが集まる愛があふれるバンドにしたいという思いから命名をしたそうです。演奏曲は各メンバーのやりたい曲を募って順に練習し、レパートリーとして増やしていっています。ジャズだけにとらわれず、アニソンやロックなども、演奏しているそうなのでね、楽しみですね今日ね。と言ってね、プレッシャーを与えちゃいけないんですけどもね。はい、普段は八王子を中心に多摩地区で活動しているそうです。年に 2,3 回のイベント参加と
12月に定期ライブも行っているそうなんでね、ぜひ皆さん気になった方がいらっしゃればね、ぜひお声掛けをしていただければと思います。声かけたからといってね、お金取りませんから大丈夫ですよ。はい、なんでね、でもそれでもちょっと声かけるの苦手だなーっていう人は Facebook やホームページ等でね、活動を、告知などねしているそうなので、ぜひグッドマンビッグバンドという名前で検索をしてみてください。それではお手持ちにタオルがありましたらご用意ください。いきますよ。さあ回してください。手でもいいですよ。あ、いい感じ、いい感じ。ありがとうございます。それではグッドマンビッグバンドさんです、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。グッドマンビッグバンドです。先ほどもね、MC の方が言いましたように、私たちは八王子で一応活動しております。今回は第8回立川一帯音楽祭り、最後の順番でここでやらせていただきます。最後まで、聞いていただけたらとても嬉しく思います。はい、ではですね、早速、最初の曲からいきたいと思います。最初の曲はですね、もうビッグバンドの定番中の定番ですね。皆様多分1回は聞いたことがあるんじゃないかと思います。聞いてください。 In the Mood。
インザムードでした。はい、次はですねガラッと変わりまして日本の曲ですね。これも皆様多分絶対知ってると思います。山口百恵さんの大ヒット曲いい日旅立ちです。これをねジャズアレンジで聴いていただきたいと思います。じゃあ聴いてください。いい日旅立ちです。旅立ちでした、はい。次の曲はですね、これはちょっとあまり、ご存じないかもしれないんですけれども、ブラスのアンサンブルのとってもかっこいい曲なんです。出だしからですねド迫力でお送りいたしますので聴いてください。コンピューターです。はい、すみません、ちょっと待ってくださいね。風がね、ちょっとすごいですね。昨日も私、タクロスにいたんですけれども、すっごい風でね、もうビュービューでしたね。もう本当に寒くて寒くて、
すごい寒かったんですけど頑張ってタクロス聞いてきました。ここも割合ね風が大丈夫、はい、じゃあお送りします。コンピューターです。
ありがとうございました。コンピューターでした。ちょっとね、終わりがどこで終わったかわからないと思うんですけれども、はい、こういう終わり方をする曲なんです。はい、ありがとうございます。はい、やった、みんなかっこいいって。はい、結構ね、あのブラスアンサンブル難しくて練習したんですけども、はい、よかったです。ちょっとね、風が強いですね。なんかすごいさっき突風が吹いてもうパニクりましたけど、はい、じゃあ、まあ、続けていきたいと思います。次の曲はかなりねロックっぽい曲です。8ビートで、これもねガンガンいきたいと思います。若者コンビが活躍いたします。聴いてください。ザ・チキン。
ありがとうございました。チキンでした。はい、次ですが、次はボーカル曲に行ってみたいと思います。フィーリンググッドという曲です。じゃあトシミンお願いいたします。ですが、ちょっとマイナー調の曲で続くんです。皆さん一体祭り楽しかったですか？イエイとうとうね、まあ、この2日間ということで、ただ2日間のイベントなんですけれども、実行委員の方々は
本当人によっては1年がかりで準備をしてこの昨日と今日ということで、このイベントをしているみたいなんですね。でもうとっても見えないところで動いてらっしゃるボランティアスタッフの方ですとか実行委員の方ですとかいらっしゃいまして、まあね、仲間たちも多いんですけれども、でもそんなスタッフのおかげですごくね街中を立川の街中を音楽でもあふれるっていうとっても素敵なですねなかなかないと思うんですよね。なのでぜひですねまた来年もこのお祭りが、開催できるようにですねぜひ、皆さんも ご協力をいただけましたらと思います。本当に今日はここのステージで最後の最後の曲になりますけれども次の曲はですねまあ、なんでこの曲ちょっと選んじゃったんだろうという気もしますが彼に振られてしまいまして振られてしまったこう辛い夜を過ごしですね、その辛くてすごく、きつかった日々をやっと立ち直れるっていうところまで自分で持っていったらその元彼が現れてああでもあなたもあっち行って私強く生きるよっていう I Will Survive を歌います。聴いてください。Without you by my side, but tell